始めました。春チューブでございます。今日はね、いつもと違って海じゃないです。今日はね、今見てもらった通りブンブン柏店に、ね、来てます。今日はブンブンさん、協力のもと、僕のね、ちょっと買い物撮影をちょっとさせていただくことになりまして、まあ、今年僕、遠征を2つ控えておりまして、でその遠征に向けてとね、まあ、青物タックルをね、まあ、足したり、まあね、強度を上げていったりプラスしていきたいなっていうので、今回ね、ちょっと撮影をお願いしてね、撮らせていただくことになりましたので、早速ちょっと店内でね、いろいろ物色してねやっていければいいなってそう思ってますので、一緒にね、あのトンジギ遠征を行ってるね、あの大深さんに今日はね、いろいろご案内していただくので、ちょっと早速ね、大深さんの元へ行きましょう。行くぞ、行こう。ブンブンで撮影だよ。もう逃げちゃった、逃げちゃった。お久しぶりでございます。いつもね、あの僕がトンジギ遠征とかね、まあちょっと遠征のね、はい、時にね、いろいろ一緒に調校を行かせていただいてます。ブンブン柏店スタッフの大岡さんです。よろしくお願いします。大岡です。今日はね、いろいろちょっと見せてもらって、僕いっぱい感じていただきます。ありがとうございます。よろしくお願いします。ちなみに普段は、じゃあ一応視聴者の皆さんのためにどんな釣り技をされてるのか教えてください。普段は青物メインで磯や堤防、いろんなとこ行ってます。最近はマグロなどもしてますので、これやってみたいなとか相談あれば、気軽にお声掛けください。で、ちなみに一番最近行ったマグロの超過の兆候はどうですか？おととい三重県まで。おととい三重県、はい。そうなってます。マグロの反応がなかったです。あ、マグロ反応なかった、しょうがないですね。じゃあ早速ちょっと店内各コーナー、ちょっと視聴者の方もね、あの店内で何があるとかどこにあるっていうのはちょっと分かんないと思うので、各コーナー何が置いてあるのかっていうのをちょっと教えてみたいなと思います。よろしくお願いします。一緒に参りましょう。よし。こっちからちょっと順に何が置いてあるっていうのかだけちょっとね、教えていただきたい。まずは、今言ったようにケースあります。これはあのルア全般のケースですね。でそこから、ぐるっと回ってバスロッドが、はい、で通路を通っていくと、まず左手にナマズコーナーございます。ナマズコーナー、柏店スタッフおすすめのナマズコーナーです。ここから進めると、バスのまずハードルアーございます。ハードルアーっていうのはミノなどがメインの、まあ、魚模したプラスチックのガラス、そこからまた進んでハードルアーの方ですね。これもハードルアーですね。そうです。でいろいろメーカー分かれてるんで、でここが、ここもまだ左側がハードルアーのコーナーで、右側に置いてるのがフロッグとかですね、入ったものが置いてます。こちらからソフトルアーのコーナー、ワームなどがメインになってます。数半端ないな、これ。ソフトルアーこの数。これ全部サイズとか色とか。サイズ、色、メーカーも。メーカーも全部違うし。もうじゃあこっちから結構もうソフトルアー中心の。ソフトルアー中心というよりもソフトルアーだけですね、こっちは。だけか、ね。こっちは左も見ても。こっちもなんだ。すげえ。こっちも全部ソフトルアー。へえ。それだけソフトルアーの需要だったり、あれが高いっていうか、種類も多いんで、やっぱり今状況に合わせて、カラー、サイズ、形状選べないよね、こんだけあったら。こちらがご紹介のおすすめコーナー、幸せの黄色い壁です。あ、幸せの黄色い壁、こんなでかいの食うんですね。でかい魚はでかいではどんどん食ってきます、ね。まあ、それはあれですよね、ね、川も海も一緒ですね。一緒ですね、でかい魚に向かいに一斉の沈み虫などは入ってますんで。やっぱここにステッカーあんだ、俺。いろんなメーカー、まあ、バスのメーカーメインですけれども、まあ、いろいろ置いてます。すげえ、各ステッカーですね。俺もパソコンに貼ってます、いろいろと。ぜひともおすすめの、ね、ご自身の推しメーカー、うん、ね、推しメーカー、そう。ここら辺はあれか、スナベイト、そうですね、ワイヤーベイトメインですね。スナベイトだったりバズベイト、これもまた各種メーカーありますので、でこちらは、ちょっと、まあ、形状が違うワームだったり、あとはラバジグですね。ラバジグ、スタッフもね、これ専門のね、ほんと人いなきゃ。そうですね、もう無理っすよね。だよくね、釣り具屋であるのが聞いて、なんかね、詳しい人に聞いてきますみたいな、よくあるじゃないですか。本当にその通りで、釣り具屋の人ならね、何でも知ってるわけじゃないんで。ぜひよろしくお願いします。そういうことはね、ありますね。ここが、消耗品の方なんですね。消耗品フックメインです。フック、うーん、右手側が、小物のコーナーですね。自作などで使うアイテムが、自作も成功するんですね。あ、だから糸とかそういう、そうですね。反対側、こちらの側が進化ですね。言ったら鉛です。これがいわゆるあのリグとかそういう、そうですね。なんかバスも奥深いって言いますもんね。いますね。わかんねえ、全然。奥間です。ここからぐるっと回って、こちら側ですね。
ラインがメイン。主なラインですね、これは。ここは P ラインがメインですね。で、そのままそこの下の方に行くと、リーダーもございます。おお、本当だ。なので、まあ、ライン決めていただいて、そのまましっかりリーダーも決めていただければ。で、こちら側が、スプリットリング、スリーベルですね。プレセリング。我々ご愛用のコーナーでございます。我々ご愛用のコーナーですね。みんな大きくて強いの選んでもらえればいいですね。まあそれは冗談で釣りに合わせたもの。もらえればごめんなさい。どっちが？こちらがフックですね。右がトリプルフックになってて、ここからこちらに行くとジグのアシストフックですね。こちらはまあ割とライトなものを揃えてます。でそこから左に行くにつれて、だんだん膨らみます。でそこからプラグのシングルホッケーのメインなの。本当にご用途に合わせて選ばないとね。そしてこちら側がソルトルアのコーナー。ソルトルア。ここはシーバスのビッグベイトのコーナーです。シーバスのビッグベイトコーナーで、そこからまあスタッフおすすめのサフルアのコーナーになってます。あ、分かれてるんですね。こう本当は上で分かれてる。一つずつ分かれてる。でそこからチリングですね。まあ気軽にできるんで、よかったらいろいろやってみてください。でそこからまあ今シーズンを迎えてるボトマゴチですね。バチ、まあ、まあバチ抜けのコーナー、バチ抜けコーナー、初心者の方もいろいろ使っていきやすいようなコーナーですね。ロッドにおすすめのルアーちょっとロッド置いたんですね。ここはちょこっと初心者のね、ただ見やすいように置いてます。でここがソルトロッドの新入コーナーですね。2023年新しく出た新入とか、はい、あの釣りフェスとかで公開されたような、そうです、あの多分いろいろ触っていただいたと思うんですけど、こちらがあります。裏側は主にこれシーバス系とか、そうですね、こちらはシーバスがメインですね。シーバスのミノーがメインになってます。シーバスのソルトソフトルアーだね。ソフトルアーですね。コアマンだ、VJ 系だ。からぐるっと回ってここにソフトルアー新製品も新しく入荷したものだったり、これは来るぞっていうものを注目の商品ですね。もちろん。こちら左側が、まあ、割とシーバスメインのミノー。あと手元はメタルファイバーなのプレート系ですね。で右側がサフ系のドラマ系。サフ系。あとここに。こっちもオリジナルの。こっちにも。あ、これブンブンオリジナルですか。オリジナルです。例えばジグとかもいろいろあるんで、ぜひとも使ってみてください。面白い、ブンブンオリジナル。これガラパゴスっていう、はい。ガラパゴスですね。おお、ガラパゴス。ロッドだけじゃなくてポーチもグリップも。3枚ありますね、例えば。ブンブンのブランドガラパゴス。こちらが、プラグですね。青物の。そうです。でここに今少しあるのが、ウッドだったりハンドメイド系のプラグですね。でここからが大型プラグの マリアさんのものですね。であとは、タックルハウスさんとかですね。島野さん、島野さん、この僕撮ってます。島野さん、でかい。ね、わー、でけえな、これ。この大きいサイズ、これが220ですね。これは、これも24センチ。大ペンとポッパーとか、あとまあ一部新ペンとミノが、一部新ペンミノ、本当はあると思ってもらえる。で、思い出のララペンですね。あ、思い出のララペンだ。あ、待って、そんなこと言ってたら、あれ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 。じゃあ、飾らせていただきます。僕のリアタック飾らせてもらってます。去年の秋トップウォーターで釣らせていただいたね、平正が魚拓があるので、ブンブンに来たらぜひこの魚拓をね見て帰ってください。よろしくお願いします。はい、次プラグの反対側、はい、プラグの反対側、ショーで使うジグ、まあ、小さいものメインからメインで覚えてます。まあ、ブレードついたものだったり、まあ、後方重心の飛びやすいものとかですね、いろいろありますんで、まあ、本当のショージギングですね、ジグメインで置いてます。20g から、まあ、大体60、80、まあ、ちょっと重たいものでやっぱり 100g 超えるものぐらいまで用意してますんで、ちょっと一押しコーナー的な感じなんですかね。ここはまだ一押しコーナーあります。で一番、まあ、もともと平正コーナー開いてたんですけども、改装中でございます。またお楽しみにお願いいたします。ここから、ここオフショアのジグメインで置いてます。ここジグはここに並んでます。こっちはもうオフショアメイン。ここもオフショアメインですね。でかい青物だとか、それこそ僕たちね結構遠征行ってるトンジギだとか、やっぱそういうそんなこと言ってるとここにわざとらしい。また僕が乗ってますね。僕とそうですね、前回ので、大岡さんで、あとねもう一人行った知り合いの方です。一緒に行かれた方です。その時は愛知県まで、愛知県まで行きましたね。全員釣りましたもんね。また行きましょうね。また行きましょう。また行きましょう。で、そこからまあ青物用の、青物向けのジグですね。で、向かって、こちらがタルバスね。おぉ。往復おすすめのスタートさんもありますし。そうそう。同じものが右側に結構あって。そうですね、セットになっているものがこちらに揃えてまして。こっちは別々。そうですね、別々。選べたりとか。で、そこから少し戻って、タチウオのジグですね。おぉ、タチウオジングか。こちらが、ライトチギング。SLJ ってやつですね。SLJ です。シレットがちっちゃい、タングステンのものですね。 TG ベイト取り揃えてます。 TG ベイトの壁と思ってもらったらいいかなと思います。TG ベイトの壁、はい、ライトゲームですね。
最近流行ってるアジング、メバリングですね。あとはちょっと下の方に行くとロックフィッシュ、ハタケとかカサゴとかですね、しっかり狙ってもらえる重めのジグヘッドついてますんで。さっきのとかとは比べ物なんないぐらい、もうこんなちっちゃいのがこれはちっちゃすぎるよ。どっちかというとアジよりもメバルに向いてるようなメバルとかカサゴですね。こちらにアジングの、ね、サオと、ここはな、ね、ブルーとか端っこにサオがあったりとか、はい、選んでもらえるように。で、舞台がロックフィッシュですね。あとチーニング、あっちからソルトルアー系のワーム類があってっていう感じなんですね。で、ここはタチウオ、これ昭和からのタチウオ類そうです、まあ、今関西の方で入ってるワインドだったり天屋式のものもありますし、こちらがエギングコーナーですね。イカだ、イカです。アオリイカやセミイカって言われる濃いイカですね。近い何種類か狙っていただいたり、あとはまあ船で使えるようにティップランもありますので。これティップランっていうのはもともと重りとかついて、そう、頭にちょっと重りがついてて、しっかり深いところまでな、顎がしゃくれてるような感じで重りが、ね、下についてて、これがフォールで底を取ったりする役割になったりとか、ね、もし、ね、重さ足りないときはシンカーもありますんで、後付けして使っていただくこともできます。後付けのシンカーですね。後付けも、はい、ただつくつかないありますんで、形によってとか敏感によって。これバッカンか、これは。そこはソフトクーラーですね。あ、クーラー、なるほど。クーラーコーナーメインもこちらになります。あ、メインもあるクーラーコーナー、すげえ。クーラーコーナー、ここから向こうまで、うわ、やば、しっかり、ほんとだ、やべえ。奥から大和さんのクーラー、で、手前は島野さんのクーラーですね。あ、すごいな、これで、上の方がちっちゃいもので、下の方行くと大きいものになってます。うんうん、じゃあ、竿を入れと。そうです、これはあれですよね、主にショアとか磯とか、ね、磯とか、そうですね、都内とかで使うものがメインですね。何本持ってったりとか、はい、ね、折りたたみとか、そういうあれですね、ルアロッドはあんま入れないですよね、多分。そうですね、ルアロッド、まあ、入れるとしたらおすすめなのはこちらですね。こんなのもあんだ。あ、これだと結構そうです、オーナーさんから出てる激闘ロッドプロテクター。あ、激闘、もともとそういうために設計されてるような。そうですね、この辺りはまあロッドショアはやっぱりメインですね。俺こんなロッドあるの知らなかったな。ロッド、こちらからタイラバーですね。タイラバー、やっぱり繊細な、ね、当たりで取って、そのまましっかりタイに食い込ませるために先が柔らかいもので、こちらがネボジギングですね。最近流行りの電磁気です用の差があるんですね。やっぱり変わってくるんだ。やっぱりどうしても電、ね、電動リールでやっぱりモーターで巻いてくるんで、人間がこうしゃくるのとは違うんで。そうですね、確かに。でそこから次ライトジギングですね。これもTGベッドセットでご購入いただければ、はい、ここも僕たち大好きなスロージギングのコーナーですね。おお、出た。ここも結構底物だったり、ね、カンパチとかマグロ、ね、いろんなものに使っていけるんで、そこから次ジギングロッドですね。普通の、まあ、そうです、普通の一般的なジギングロッドですね。これベイトもスピニングも、ベイトもスピニングも、はい、あります。ここからまた先進んでいくと、ちょっと離れてますけど、ここと向こうと、あ、ここと向こうで、まあ、くっついてるような、くっついてる。でここはちょっとマルチロッド、タイラバだったりライトジギング、簡単なもの使えるようになってます。下がピクロ、マルチピースって言った方がいいですね、この辺は。もうマルチピース、うーん、2ピース以上の、3ピースだったり5ピース、うーん、ここは3ピースメインで置いてます。飛行機での持ち込み遠征とかそういったものに使ってます。そういう遠征ね。ここからがキャスティングですね。ここはもう物で言ったらカツオやサワラ、あとはマグロですね。あー、うん、あ、もマグロがメインになってます。ここから次ですね、ボートシーバスのコーナーになってます。ちょっと短いロッドですね、シーバスでの穴打ちだったり、あとはビッグベイトで使っていくようなロッドが置いてあります。うんうん、あとここからシーバス、ショアで使うものですね。こちらは比較的長いものもありますし、橋の下でも使いやすいちょっと短めのモデルも。ここサーフのロッドコーナーですね。あ、サーフだ。ヒラメマモチメインで、しっかり長いものが多いです。大体10フィート弱から11フィートがメインになってます。ここはまあワームや軽いジグ使っていくのがメインですね。これも僕が大好きなコーナーなんですけど、ショアジギングのコーナー。ああ、ここはまあいろんなメーカーあるんですけど、島の大和さんだけじゃなくて、はいはい、MC ワックスさんだったり山賀ブランクスさんも用意します。で、正直もまあいろいろね、価格帯あります。まあでかいですね、やっぱ人気ですもんね、これ。今、ね、手軽に合うもの狙えるんでね、はい、人気ですね。ここからがバスロットのコーナーです。あー、ここからがバスロットなんだ。ここから一番、ここまで全部全部です。やっぱり霞宮ヶ浦だったり、インバヌマとか、うん、大きいフィールドもありますし、まあ今交通のね、便も発達したんで、琵琶湖行ったり ねされる方も多いですし、うちのスタッフもよく琵琶湖行かね、行ってるみたいなんで、ここからこっちの方が琵琶湖行くんですか。こちらが琵琶湖まで行きます。すげえ、それこそ遠征だ。対角側がこれが、アパレル系ですか。そうですね、フローティングベストだったり、ウェアですね。ウェアこちらがですね、オフ上で使う、しっかりした防水対応のものから、かっこいいものまで。かっこいいって結構大事ですもんね。大事ですよ。人ざりたいとかありますもんね。こちらが膨張式のフローティングベストですね。肩掛けとか。そうですね、肩掛けだったり、腰巻きタイプのもの。ここら辺も自動膨張なんですかね。ここはもう自動膨張で揃えてます。サンダルコーナーです。
結構船とかでも履いてる人いますもんね。そうですね、もう、うん、その対応させてもらってます。今のこのタイプのものを使わせていただいてます。やっぱり滑りにくいんで、はい、グリップもうグリップバッチリです。長靴ですね。あ、これ長靴って僕よくわかんないですけど、どういうところで使うんですか。ね、メインだったり、あとはまあバスとか行くときはあの足元悪いとき、濡れてるところとかですね。船だとこういうねショートタイプのものだと思いますので短いですね。長いのは邪魔だなっていうときは短いものがいいかなと思います。ここはスパイクだ。この辺はスパイクですね。そうです。磯とかで使っていくものですね。これ僕が持ってます。磯なんかめちゃくちゃ重要ですもんね。磯に関してはもうスパイク必須になりますんで。うん、で、もう上見てもらったらここにいろんなサイズありますんで。お。在庫がまとにかく多いですね。これ上ウェアですかね。そうですね。ここもウェアですね。ここは磯用のフロートングベスト。磯の補正される方が。磯のフローティングベスト。そうですよ。ここら辺にサングラスがあるな。試着したいときはスタッフ気軽につけることもできると。できます、大丈夫です。つけることもできると。あ、素晴らしい。こちらで上田、上田ですね。あ、上田はちょっと離れてる。上田はだ、この辺は椅子とかで使う小物類ですね。小物類、まあ、小物というよりはバッグ、ね、収納ケースね。そこら辺は収納ケースね。ケースこの辺は小物ですよ。小物、完全に小物ですね。一番奥からね、バッカンっていうやつかね、これは。これはね、ここはバッカンというよりは、そうですね、もう完全に水汲みバケツですね。あ、バッカンメインがこっちなんだ。やっぱ多いわ。すげえ。ここ一面です。一面全部これ。バッカンです。あー、バッカンだよ。これ裏中古ですか、これは。こちらはそうですね、中古。中古って書いてあって、わかったわ、これ。中古だ。いろいろリールだったり、ロットですね。まあ、ロット奥の方ありますんで。あとここは、まあ、消えのコーナーですね。深瀬とか。そうだったり、今、まあ、この辺りだと、堤防でされる方も多いですね。ちょっとこっち側がその巻き絵ですね、巻くために使う被尺のコーナー。長さや素材かなりいろいろあります。飛ぶ飛ばないとか、飛ぶ飛ばない、あとはまあそのコントロールだったり。その向かい側が石台のコーナーですね。結構関東の釣り具屋さんだと珍しいと思うんですけど、石台用品取り扱ってますんで。だピトンとかっすね。やっぱりそうですね、うん、でそれからこちらが餌ですか。ここら辺は逆にさっきの巻き絵とは違う、つけ餌。そうですね、ここはつけ餌がメインですね、うん、でこちら側があの生きている餌だったり、あ、本当だ、虫餌がメインですね。ここ虫餌だったりとか、イクラとか、あとのブドウムシとかサシとかミミズですね。あと海釣りで使えるイソメもありますんで、定番のイソメですね。イソザオのコアですね。違うか。そうです。右手でこちら側が、まあ、こっちもイソザオなんですけど、どっちかというとちょっとライトな定番とかで使われる方向けのものが。奥がなんか多物絵って書いてある。そうですね、この辺はしっかりした多物絵ですね。多物絵ってやっぱ、はい、絵ってことは網は別ってことですね。網は別です。へえ、やっぱ絵だけで長さとかありか、長さ方だね、まあ、ここまででもいろんな釣りにちょっと触れすぎて頭こんなにそうだ。すごいっすね、こんなに長半分です。ここから、深瀬で使うと木ですね。浮きだ、一面が浮き粉になってます。まあ浮き抜いて使う小物ですね。下り玉だったりストッパーゴム缶とかもあります。おう、まあまた演出力の方ですね。やっぱり浮力もありますし、組みやすいカラーなどもありますので。あるだけでいっぱいある、まずね。あるだけでありますね。円柱だけで。これ餌ケースですね。これは餌ケースですね。そこから、ここ、もう船竿。船竿。船もね、いろんなジャンルの釣りあるんで、うん、ここあるように。あっちにもあったけど、こっちもそうなんですね、船の。向こうは船でも、やっぱりルアーメインのもの。こちらは餌がメインの。あ、こっち餌がメイン。そうです。こちらが、まあ、深瀬用の磯使うことが多い、グレーやチヌですね。針だ、針です。これ自分で結ぶ系のあれですね。自分で教えていただく系になります。あとは堤防でのちょい投げです、ね、皆さんね、見たことあると思います。懐かしい、これ結構、こっから始まる人多いですよ、ね、こっから始まる方多いです。これは実際そうだったし、撮影してる君と俺もね、始まりは一緒に、そう、ね、こういう釣りから始めたんですよね、原点楽しいですね。アナザースカイですね。はい、そこから、ね、ガンダマだったりサルカンですね、まあ、この辺もやっぱり深瀬堤防で使って小物メインですね、うん、でこちらがピッライン、磯用の、まあ、ナイロンライン、磯ラインですね。これもやっぱりあのフローティングのものだったりサスペンドのもの、うん、ね、いろいろありますんで、まあ、これもちょい投げですね。ジェット天秤じゃないんですけど、一式です、一式系ですね、一式セット系、うん、でそこからフルットまで、まあ、堤防のコーナーですね。ここはここもちょい投げ、ここは針がメインのコーナー。堤防で、まあ、皆さんたちにね、ブラックリーがあります。懐かしい、めちゃくちゃ懐かしいね。あとは堤防でもちょっとね、大きいものになって青物だったりヒラメ、ね、しっかりになっていけるノーマセージ掛けですね。泳がせ、泳がせですね。あとはもうそこからサビキですね。サビキだ。でこれは、ね、この浮き付きのサビキで、こちら側がもうそのサビキの本体がいいのかなので、トリックサビキです。あのスキャンするやつですね。そうです、ね、餌付け機もここありますね。懐かしい、網入れていただいて、やば、今度船のコーナーですね。金目だったり
中心階のやつですね。中心階です。木原達夫、まあ、ライブベイトとかでも使っていただける。針がついてるのもあるんだ、こうやって結んであるのもあるんだ、こうやってすぐ結んでね、面白い。ハッピーラインにリーダーで結束みたいな、もしかして完成みたいな感じで落とし込み、サビキア、アマダイ。落とし込みってベイト的な魚を釣ってそのままもう落とし込んであるんです。でそこからタチウオとヒラメセ、タチウオいいね。ここはまあビシアジがいたりですね。ここからグルトまでメリカですね。ヤリイカ、はい、ヤリイカするメーカーメインコーナー。こちら側が、イカメタルですね。吸っているところが置いてます。吸ってってやつは重りがついてるエギみたいな。そうですね、重りがついてるのもあるし、あとはその軽くて浮き吸ってですね、浮くタイプのものあります。へえ。それから仕掛けでつける位置とかで、ね、カワハギと、まあ、食べて美味しいですよね。ここまでエギがあるのか、カワギか、カエバリも含めて仕掛けありますので。柏店おすすめのエギタココーナーですね。でここ柏店の、まあ、部分の折りからですね、オリジナルカラーもありますんで、ぜひ選んでいただければ。これ折りからって書くルアちょこちょこありますよね。そうですね、いろいろやっぱり鑑賞させていただくこともありますので、ね、でそこからまたちょっと戻ってタイの天野ですね。多分ね、いつも、ね、タックルボックスにいつも入れてるかと思います。うん、入れてますよ。これハルチューブ君もね、これいつもハルチューブ君入れてますよ。この船ですけど、メインの針、船針、マダイ、ヒラマサ、タチウオ、あとヒラメとかもですね、まあ、いろいろありますけども、はいはい。でそこから、鉛と、うん、でこちらに船の天秤とカゴ、これだからコマセ系の釣り、そうですね、コマセとかいろんな釣りが多いですけど、大東寺もそうですもんね、なんかカゴに入れたりするもんね、ミンチとか。そうです。でそこからぐるっと回って、あ、大物用のハリスですね。やば、70号とか言ってるわ。70号ですよ、やばいよこれ。70号って引っ張って切れることあるんですかね。頑張ればいけると思います。でそこから、まあ、船のハリス、ね、多いわここら辺だ。あとはまあ電動リールとかに巻くような糸ですね。こういうラインってそうなの？そうですね、100メーターごとで切り売りできるんで。これも船で使う竿機ですね。ロットホルダーですよね。いろんな船でね、置いてるの見たことあるかと思います。あとはこちら側が小物ですね。この辺の仕掛けの巻き取りだったり、まあ、竿とかどうこうさないためのシッテロープですね。ちょっと竿の修理とかで使うようなものですね。ここもちょっと自作の素材ですね。素材系がいくつかあります。ここからですね、柏店のおすすめコーナーですね。力入れてるコーナーですか？淡水のコーナーになります。淡水でまずこちらからですね、ちょっとこのシーズン終わっちゃったんですけど、ワカサギですね。ここ、まあ、シーズンになるともうちょっと売り場広く取ってご案内していきますので、まあ、そこはちょっと楽しみにしていただければと思います。そこから普段のちょっとしたね、大川とかでできるようなウナギとか、手長エビとかですね。手長エビ仕掛けなんかあるんですね。手長エビ仕掛けございます。うわ待って、これちっちゃ、これ針カカムシとかも使うことがあるんで、やっぱちっちゃい、ね、やっぱちっちゃ、これこれちょっと口にかかるんですかね。しっかり餌持って、ね、持ってで口に運ぶんで、ザリガニみたいな感じが、かわいいですよね。あともう鯉とかで、この辺はちょっと、まあ、清流での釣りかな。鯉川とか川松とかですね、まあ、山辺とか言われるから、綺麗な水の今言われると綺麗なね。あとここ逆光速すぎる、一気に濁りましたね。お子さんとかにも気軽に、ね、ルアーとかにも難しければ餌でもできますので。あとこちらはですね、こちらで使うんですけど、ヘラコーナーです。ハリエだったりハリス、いろんな大きさね、やりますので。ヘロメナっていうのはやっぱりノベザオ、やっぱりそうですね、ノベザオ、大体その時に使う竿はちょっとこちらからブルッと、こちら側がヘラコーナーの竿のコーナーですね。渋いっすね。そうですね、やっぱり今ノベザオね、やっぱ渋い、渋いですよね。ただね、最近渋いだけじゃなくて、いろいろとデザイン、今のメーカーさん、みんなまで作ってらっしゃるんで。ただまあスタッフ、おすすめの竿もありますんで。柳って言うんですか、これは。そうですね、柳ですね。島野さんの飛天球柳っていう竿ですね。反対側が、あ、餌ですね。匂いが強いやつ。ヘラブナの餌です。これはしっかりね、水入れて練っていただいて、ね、人によってやっぱ調合もありますんで。テーブルだったり。テラ釣りするための、そうです。とかいろいろ。こちらにヘラの浮きと。うわ、浮きもいっぱいあるわ。うわ、すげえ。万力こんなすんだ。やっぱりかっこいいものは、やっぱり値段しますね。すげえすね。私、ヘラ釣りやんないけど、かっこいいもん、これ。まあ、男の子は多分大好きです。うん、浮きですね。あ、これ1本あたりがね、5、6000円するんで、おなかなかいい値段しますね。へぇー。ちょっと一通り見ましたね。一箇所だけ回ってないところがあるんです。お、一箇所だけトラトのコーナーがあるんです。トラトトラト、あ、ダイツーバー、そう、僕もたまに行くんですよね。フック、フックですね。フック、
フグのみ。これね、ルアーに応じて書いてあげると刺さりも良くなりますし、超過の向上に。貫通って大体あれですもん、シングルと。それでシングルのバーブレス。ね、バーブレス。フグは何メーカーさんにもいますけど、ブリアトラウトもそうなんですね。ね、マサノサヤとかマサノハナとか、まあ、ちょっと渋い時に使っていただける。渋い系の。ここがスタッフおすすめのコーナーですね。スプーンですね、これは。いわゆる。このスプーンみんなおすすめコーナーになってます。ここもスプーン。ちょっと大きくなりますね、スプーンは。なんかあっちより。ちょっとそうですね。ここは、まあ、メーカーさんもちょっと違うので、そうなりますね。あ、スプーン。スプーンめっちゃ多い。ネイティブのコーナーですね。ネイティブっていうのは、エリアトラートが管理されてる釣り場に対して、まあ、こちらはやっぱり、渓流ですね。自然の。大自然の中で。ああ、なるほど、なるほど。管理釣り場と自然で分かれてる。分かってます。あ、トラウトのタック系。そうです。こちら側がトラウトのタックですね。ちょっと下に網とか。そうです。うん、ネットも。ネットも。そこから反対側を見てもらったら、あの初心者の方でも使いやすいセットですね。ロッドとリールがセットになったものなんです。で、そこから見てもらったら、当店のオリジナルのサードでございます。これもブランドは特にないです。ブンブンです。ブンブンの。これはブンブンです。ブンブンのブランドですね。だからカゴではなくブンブンです。アユウイングですね。最近流行ってる。ルアーで釣るアユです。アユ。アユルアーで釣るアユ。そうです。ただちょっとこれ、ね、あの場所によってはあの漁業権の関係もあって、ルアー禁止のところもあるんで、まあ、ルアーというよりあのリールでの釣りが禁止なところもあるんで、そこは引く河川、それぞれ漁協さんに確認取ってみてください。今はそうですね、小物、バック系ですね。めちゃくちゃ小物類ですよね、多分。バック系があって。一押しのリールコーナー行きますか。お店に入ってもらって、まっすぐ。正面に見ます。手前から、まずバスのリールですね。ベイトリールメインで置きます。で、そこから、次こちらですね。またここもベイトリールですね。島田さんのベイトリール。で、そこから、まあ、ベイトとちょっとスピニングが混ざってきますね、ここから。そこから、だんだんちょっとソルトが混じってきます。この右方向っていうのは割とライト系な。ちょっとライト系な。うん、ちょっと軽い。で、そこからちょっとスペース挟んで、ちょっとここの真ん中はね、特化品のコーナーになってるんですけれども、その上。島田さん、ステラ。ダイオさんはイグジスト。それぞれのフラッグシップ置いてます。フラッグシップだ。あとは、まあ、新しい、ね、新作のエアリティだったり、バンキッシュもありますんで。また新作ですもんね、ねこれは。だんだん理由が大きくなってきます。大き本当は大きくなった。一番ね、この辺だと大きいの。このカルディア、1万8000万です。こっちも新しいですよね、BG だよ。そうですね、新しいものが出てますね。でかっ、きたきた、フラグシップだ。ここもフラグシップですね。ステラの下に。ちょっとここセルね、セルテートとツインパワー置いて、混ざって置いてるんですけど、で、そこから下、ソルティガ置いてます。ソルティガ。で、ソルティガも、やっぱりね、従来のバンテと、新作で出た4000、5000、6000バンですね。ちょっとちっちゃいもんで。釣りフェスで、やってますもんね、これ。ここからちょっとジギングがメインになってきます。ここね、皆さん大好きなお食事がと。お食事が。でそこからだんだんライトになってきます。ソルティカの IC 押し込ん、押し込んの CT とリミテッドですね。ジギングで使っていくものから下がヘビーで平場、上がライトって感じで平場メインのものですね。これは完全に平場ですもんね。そうです。でそこからぐるっと回ってあと石台ですね。まあ、リールゴツですね。うーん、シーライン、まあ、シーラインだったり原パオだったりですね。カイコありますので、朝オーケーだったり希釈、あとはお皿もありますんでよかったら。この上、商品です。お皿なんですか。ちょっとね、食えた人って恥ずかしがり屋なんで絵札書かれてますけど。本当だ。じゃあ上もある石台も。石台もよく入った。食えやっぱ高いわ。やっぱり食え高級魚なんでね。レバーブレーキっていうものです。やっぱり磯沢の性能をしっかり引き出してあげるためにもレバーブレーキ必須なんで、これもね、価格帯によっていろいろブレーキ強い弱いだったり、あとは今カメラね、ズームにしたクロダイも。あ、これもお皿だ。これもお皿です。それから次、あの船の餌釣りに使うような、まあ、バサラだったり、ヒラメとかにおすすめのバサラですね。バサラとは、まあ、各種いろいろスパルタン、ティエラ、バルケッタですね、シリーズでやってます。あとは、まあ、ここ投げ釣りのコーナーですね。まあ多分投げ釣りね、皆さんはいはいはいしたことはあると思うけど、こういうリールなかなか使うことないと思います。結構専門でやる方って思ってないですよ。ライトな、おはぎとかライトな釣りのものだったりあとは、太鼓リールですね。あ、太鼓リール。太鼓リールです。ヘチ釣りだ。ヘチ釣り、前打ちで使っていくものですね。電動リールです。こっちが電動。で、そこからまただんだん大きくなってきます。これ何狙うやつなんですか？でっかい。やっぱりマグロとかもいけますし、青物だったり、まあ、中心海行かれる方がやっぱ多いですね。で、まあ、もし迷われた方はね、まあ、スタッフ聞くのも恥ずかしいなって時は、ここ、おすすめの置いてありますんで。これ見た上で、ね、決めてもらってもいいですし、ね、スタッフと喋りたいなっていう時はここだけでください。で、そこから次、まあ、気になるだけ、リブレハンドル。カスタムパーツ。カスタムパーツです。うん、次は、まあ、ダイバさんなら SLP、シマノさんなら夢屋で、純正に近いけどカスタムパーツですね。うん、あとはそこはグリッチオイル、
まあ、タクシーコラもございます。あ、いろんなものに使える。あ、そうです。あ、場所で違うみたいな。そうです。やっぱりあの潤滑性だったり粘度違いますんで。あ、ちょっと高いパックロット。パックロット、高価な、高価なルアーですね、ここ。うわ、これちょっと箱の中入ってるんですけど、ネクスさんのギラギラ工具ですね。あの大きいやつで、かいよこれ、手と比べても。こんなでかい。そこが結構目玉のところにご案内させていただくことが多いです。うん、あの交通制限ついてるものだったりですね。いや、どの釣りもでかいのはありますね。そうですね。うん、まあ、夢を持って、ね、でかいに狙う方はでかいの使うんでしょうね。どうですか、サオ。次はどうしますか、サオ行きますか。割と持っていきましょう、持っていきましょう、持っていきましょう。こちらも遅いですよね、多分。そうですね、こちらで。はい、ありがとうございます。大型のトンパチ、平松マグロまで6000サイズの。ちょっとなんかちっちゃく感じです。全然違う、フェルナスは。買うの決まりました。ありがとうございます。こちらになります。やばいよ、どうしよう。